じゃあ本日のゲストさんは、割と時間経ってるよね、オーバーしてるよね、6分、まあ、まだ星の範囲で、ね、まだ俺10あと3分ぐらい経つと星の範囲になんなくなる、あと8分ぐらい、今日の 俺計算だとあと10分ぐらい、あれそんなだっけ、まあ、そんでもないんじゃないの、今日星には8分遅れるぐらいで、そんなもんだっけ、うん、道中ペッパッて見たのがもうなんか7時7分ぐらいだったから、ああ10分超えるなと思ってたけど、あれだったね、その後のね、切り返しがうまかった、あ、なるほど、うん、あ、そう、じゃあせっかくだし、あれか、あー、あれか、じゃあ俺もせっかくだし、あれだ、あ、あげてくれ、今日君が入るものだよすごい、なんかその目で思った宝石箱みたいな、なんか指輪とか出てきて、こうパカッと開けて、ちょうどすごい厳重だね、君厳重だね、寝れないね、うん、おお、ロマンチックじゃない、ロマンチックなんだけど、中に入ってないんだ、俺の GoPro2 よ、あんま変わんないけど、ここがやっぱああね、うん、へこんでる、あとあれ GoPro2 で魚眼だからさ、ここがすごいムーンってなってる、ムーンってなって、そこだけが一番あれかもしれない、 GoPro2 のやつでかいよねケース、うん、マジで意外と、要はこれがあることでね、アセチックもう一回行ったらね3台生きれたわけだもんね、そうなんだよ、結構でかい、これあとね、ほら、パンパンなのこの光景よ、これで入ってるからね、一つはしたね、うん、お、おざす、空にしてきました、おざす、64GB じゃん、空にしてきました、中身だけ、今日のコレクション、大学やっとほぼほぼ終わったからね、ああ、俺大学終わったよ、あと俺はもう一つ課題を月曜に出しちゃえば、うん、完全フリー、なるほど、今日はね、持ってきたんですよ、日焼け止め、あ、持ってきたんですか、持ってきたんですよ、これでね、真夏の夜の陰夢ごっこする、うん、水着の下白くなってんだね、はっきり分かんない、あ、もういいよもういいよ、気持ちよくなっちゃうなんで星は2個持ってんのそれ1個は俺が買ったやつ、なんで俺さ1個ねえなと思ってたよもう1個は俺がなんかしないけどまた持って帰っちゃったやつ、あとさ星は多分さ俺さあれ取られ、これ3つあったねえ3つあったね、なんかしないけど、あれ、あ、さっきこれ取った分がある、あ、そうだ、じゃあ俺2個もらえないと、うん、俺なんで3つ持ってんだろうと、あれ 4個あったっけと思った、うん、4個あったら買う必要よかったやんけと思って、まあ別にさ、まあ、200円もしないからいいんだけどさ、うん、まあね、増えたところで、うん、あとこれでしょ、あ、そうそう、それそれ、俺も今日持ってきたけど今日盗まれるわけにいかない、うん、別に狙って盗んでるわけじゃない、狙って盗んだわけじゃないからね、うん、帰ってから俺も気づいてるからね、分かってるよ、分かってるだよ、うわぁ、ダメだダメだ、あのお家が疑われる、テンション上げろとバカに、あの頭いけは違うからね、うん、分かってきた最近、もともと分かってなかった時代あったもんね、うん、星野、いや、とりあえず盛り上げりゃ何でも何とかなんだろうって言う、うん、星野にあれも回らなきゃいいの俺、ん、多分ね、あれに取られちゃったの俺、どの子、え、多分ね、これのね、あの囲ってるね、あれ取られちゃったの、囲ってる、あーあーあーあれか、うん、だからね、これスポッチャーの時もね、うん、なかったんだ、なんでないの、いつも回収したっけ、あのとこ
つけっぱだったんだけど、なんかね、何の時に外したか分かんないんだけど、なんか外しちゃったんだよ、きっと。正直俺も覚えてない。これ？あ、そうそうそう、ね、欲しい。装着。なんか、ね、壊れてるのに装着。今日使うであろうやつは、こっちにも、あ、全部入れちゃってる。おやるやん。ただ全部、ただなんか防水ケースまみれになっちゃったからさ。あー、ほんとだ。もう赤の他人色みたいな。防水ケースも今度さ、あ、なんか海とかさ、水があるとき用の荷物で分けておけばいいんじゃないの。あ、そうだね。うん、ね、いつも防水ケース持ち運ぶ必要あんまなさそうだし。ガランガラするこれ。接触感のケースぐらいはいつも持ち運んどく、うん、軽いし。そうだね。うん、あとはあれ、あの USB を守る用のケースはあれは大事やの。あれ大事、うん、あれないと怖い。セッション君の中に入るんじゃねえの。セッション君は入るかね。いや、使うときは危ないからさ、セッション君のケースは。ああ、ISB、うん、そうそう。でも ISB 割とさらしで持ってるよ俺。いや、パキってきそうだよ、ね、あんなクズ野郎。いや、少しでもさ、これ使える寿命を伸ばしときたいじゃん。ああ、と今日これ使おうかなと思って一応持ってきた。ああ、それありがたい。それさ、なんかあの待てよって思って、なんかあのごちゃ欲しいのごちゃごちゃ福袋の中にさ、入ってんのかなと思ったけどさ、あれでも入ってなかったよなと思って、あいつ中だったんかなと思った。いやいやいや、あったからさ、うん、ごちゃ、いや、ちょうどさ整理しててさ、ごちゃ袋な、何入ってたっけなと思ってパッて見てたら、うん、あ、これと思って。そう、それ今日これと思って、それ一番今日必要なレベル。昨日夜中に俺握りながらこれって顔してた。想像できる、うん、これだと。お前さん初登場だぜみたいなことな。浮くしモテるしね。そうそうそう、浮いてくれるのが助かったの、うん、マジで浮くのはマジ助かるよ。そういった防水ケースがあればね、確実に浮くからね、うん、浮かって。じゃあ吉田にね、もう2本渡してもらう。やっぱお前そんな持ってたんか。あと何本持ってるのかしら。俺あと1本持ってる。あ、じゃあもう1本持ってていい。あ、 2本持ってる。うん、だってこれどうせここ星野が繋ぐ時もあるだろうか。これで、ね、たぶん今22じゃねえの。いや、整理したらね、うん、やっぱいっぱい持ってるよね。俺いっぱい持ってると思って。お前がいっぱい持ってなかったらどこ行っちゃったんだよと思って。俺がすげえなくしてるみたいになってたからさ。俺こんななくし癖あったと思って、異様になくすんだけど行動と思って。いや、こんだけさ、いろいろあるじゃん、いろいろある中で、たぶんね、あれ無限充電システムやるにつれて、たぶん俺がもう知らず知らずのうちに持ってたんだろうね。あとね、延長コードもね、延長コードね、3本あるんだよ。延長コードじゃあ俺1個持って、これも22にしとこう。どれがいい。白がいいな、俺黒持ってるから。白がいい。そしたら白黒、白黒になるよ。白2種類あるんだよ。2パターンだよ。じゃあこのパターンと、うん、普通にでかい、あの先っちょでかいパターンの、こっちがいい。多分今も一応黒は先っちょでかいパターン。ああ、なるほどね。今これ多分黒のこれ持ってるから、黒のそれ持つのが一番あれだから、これ持つわ。じゃあ白、そうする。いやー、びっくりしたね、昨日夜ね。うん、やっぱいっぱいあったか。うわ、いっぱいある。なんかさ、延長コードとゴーブロンコードに関してはさ、異様に消えんなって思ったからさ、多分ね、吉さんが渡してきた時にその間違って俺が持って帰っちゃうんだろうね。うん、そうだと思うよ。多分俺がはいって渡した時に、だから今度からあれでしょ、持ってるから、もし渡す必要がないんだよ、コード。そうそう、CD だったらここ繋いといてくれ。うん、うん、で、自分の自分で持ってる。そうそう、それが一番いいんだよね、多分相性。あの、GoPro ここに繋ぐときにさ、やばい、GoPro と延長コードみたいな渡したときにパクられる。これも、この時点で今ぐちゃぐちゃかもしんないけど、これプラスさ、機材の破片やら、なんか細かい機材やら何やらが重なってさ、破片やら何やらがあるからさ、もうどれがどのコードか分かんなくなるんだよ、うん、そうなるとさ、多分星野が持ってるよって、え、俺持ってたっけってなるときは多数あったんだよ。これで星野が把握してないからね。そう、俺が把握できてないから。星野が一番把握してないから。え、俺が持ってるみたいな状況だから。うん、でもこの際一回ちょっと整理しないと分かんねえと思ったから。うん、俺がまず把握できてねえもんと思って。確かにある。いや、整理はマジ大事。うん、で、あとは細かい部品たちはこのケースに入って。あ、グダさんも来たんだ。もしかして集合って駅？That's a fake by これで元カノさんぜんにゃ。いつもでしやすいけど冷めやすいだって金属引くブルーステッド今日のラブピュアさえ、hey、 基本日帰り更新